やばいっすな。うん。醤油もありますか。大きいの買ったね。大きいね。これうまいわ。これうまいでしょ。うん。これまた大丈夫。うん。うん。うまっ。うまい。うまい。うん。あっか。桃食べたい。うまい。桃食べたい。はなわチャンネル。どうも、はなわでございます。今日はですね、こちら新しく購入しましたこのホットプレートね、これも最近大活躍してますけども、このホットプレートで、みんな好きなものをですね、どんどん焼いていこうという、そういう今日はワンマンでございますけどもね。で早速いきなりですけども晩酌コーナー行きたいと思います。実はですね、ママがチョコレートをね、バレンタインのチョコレートを買ってきてくれまして、ゴールドコレクション、これゴディバの中では最高級のね、高級なチョコレートです。ほら、ほい、あー、あららららららら、すごい、いろんな種類のチョコレートが、こういったものもありますよ。ちゃんとこれ、ほら、いろいろすべて名前がついてますんで、じゃあいただきます。ロックで、今日はボーモアをロックでいただきながらチョコレートを選んでいこうかな。何にしようかな。じゃこのクールってやつ、いただきたいと思います。これです。いただきます。本当にクールなの？それ。ハートみたいなやつがクールだ。ハート。おいしい。この中がとろっとしてますね、このチョコレート。うわぁ、なんか本当すごいね。こんないっぱい種類入ってんの？うん、めっちゃうまい、マジで。これなんかマカダミアって入ってる。もロックで飲むといいですよ。美味しい。あ、合うわ。合うね。ちょっとゆっくり、貴重なもんだから、うん、少しずつ食べていきたいと思いますけどね。高級だからね、はい、ありがとうございます、ゴディバのゴールド。はなわチャンネル。さあ、ということでもう早速おっぱじまっておりますけれども、見てください。こういったいろんな食材でございます。まず焼き鳥シリーズ。焼き鳥、こっちもこっちも。で、ここ、エビ。はい。で、お野菜に、近くの焼肉屋さんで買ってきました。ナムル。このナムル。最後、ビビンバにしようと思って。ね、ビビンバにしてくれるんだって、最後。ご飯入れて。これね。で、これ、キムチも、本格的な、本場の、キムチですね。はい。じゃあ、いただきますかね。じゃあ、一人君、お願いします。いただきます。はい、いただきます。うまいよね。それタレつけんの？軟骨。これまた、うん、うん、うまっ。うまいね。うん、これネギマです。いただきます。あっか、桃食べたい。うまい。桃食べたい。うまい。ちょっと待ってね。うまいね、これ。これね、ナムルが美味しいんですよ。ナムちゃんね、うん、うまっ。うまっ。うん、焼いた方が好きなんだよな。いいじゃん、いいじゃん。あ、よいしょ、ここに置いてみましょう。みんな朝食食べるでしょ。これかも、めちゃくちゃ美味しくて、うん、本当嬉しいね。エビ行きましょうか。うん、じゃあ次エビいきまーす。いいでしょー。うわー、いいね、いいエビ。ひげ長。エビを生かしてもらいます。やりたいだけだろ。もう行くの？バレますね、これ。あいつやりたいだけだろ。楽しいんだよ、ほんと。うん、ナムルうまっ。ナムルうまいね。この焼肉屋さんのナムル美味しいの。あー、エビのいい香りが。まあ、豚足いけんじゃない？あんまりちょっとよ、豚足食べたかったんだから。もう豚足大好き。またこのね、このタレが最高なんですよ。うわー、いいね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 、いいですね。うまっ。うまそう。うまい。豚足っておいしいよね。うまい。うん、うまっ。うまいね。うまっ。
めちゃくちゃ美味しい。うまっ、うまいね。うまいね。これやば、ね、いただきます。うまいよ。じゃあ春菜の卵がやばい。焼いた方がうまいです。焼いた方がうまい。入れます。入ります。もう全部入れちゃうよ。いっちゃう、いっちゃおう。やばい、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 やばいしな。うん、醤油もあります。うわお醤油絶対うまいじゃん。うわバター醤油でございます。でもうまそう。うわー、美味しそうでございます。これは最高だ。おっきいの取ったね。おっきい、これはうまいわ。うれ、ね、しいね。これプルンプルンですよ。いや、これ美味しいかも。広島さんってめっちゃ美味しいか。あか、うまっ。これに、うん、めっ。まだ食べる？あるよ。オッケーオッケー、いけそう。でも味付け何もしてないけど。いらんやろ、そこなんと。そこなんといるでしょ。これを、わかる？エビってさ、こういうんじゃん、うん、この角があるじゃないですか、うん、こう、こう、まずこうやってこう取れるんですよ。あ、ほんとだ。知らなかったでしょ。これすごい大事。それで、うん、あっちゃっ。手さついわ。で、これもこう、こういう感じ、あっちゃっ。うん、それを、あれはカニちゃんだね。こういってあれはカニでございます、ね、で、こういう感じです。ほらすげえ、ね、うまいの。うまいでしょ。いただきます、うん、開き直ればいいのよ。汚くなっても大丈夫。大丈夫、塩かなんかかける。ま、ま、大丈夫、塩かなんかかける。うん、大丈夫、大丈夫、かけなかける。うん、意外のうまい。きた、きたよ。しゃー、あ、あれ、お、ナムル。うん、ナムル、ちょっとね、うん、みんななんか食べちゃったからちょっと減っちゃったけど、うまくて食っちゃう。うん、キムチどんくらい入れる？ちょっと辛くしても大丈夫？いや、お願いします。キムチくんめっちゃうまいんで、うん、ここのキムチ美味しいよね、うん、ちょっと辛くてね、うん、お、そしておそぼろ。あー、いいね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 。こんくらいとりあえず入れとく。お願いします。おいー、うん、わかんないけど、うん、チーズも乗せます。みんなチーズ大好きだからね、チーズもやっちゃいます。温玉も乗せとこうか。はい、時間があるから2つぐらい乗せとこうか。いいね、いいね。あ、あーん、わーお、美味しそうだね。もう少々焦げ目がつくまでね。いきますよ。はい、お願いします。はい、いきますよ。うまそうでござんすね。チーズがすごいとろけてうまそうですよ、醤油。うーわ、いいね。うまそうじゃん。キムチも少し入れる？うん、キムチもちょっと。少しね、うん、ありがとう。うん、おいチーズ。おいチーズいきまーす。おいチーズ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 。締めのビビンバ。締めビビ。締めビビね。締めビビ。締めビビ。ガスバーナー焼きビビンバですか。そういうことだね。ホットプレートでしょ。ガスバーナービビンバって美味しそうに聞こえないから。ホットプレート焼きビビンバ。よっしゃ、できた。おい、あ、うまそう。食べてください。はい、はい、箸で食う。あ、うわうわ、うん、やばいね。はい、うまい。食べていいですか。いいよ、いいよ、食べな。いっちゃって、いっちゃって。トロトロチーズがいっぱい入ってる。うん、うまい、うん、すげえ、ビビンバだ。うまっ、それはビビンバです。ビビンバだ。うまい。うわ、いっぱい食べない、いっぱい食べない。うん、うまっ。チーズがいいね。チーズいっぱい入れたもんね。チーズがとろとろ。めっちゃうまい。とろとろチーズ、うん、おいしい。おいしいですか。うん、チーズうまい。うまい、うん、チーズうまい。うん、やっぱチーズいいね、うん、チーズよかった。うんうん、おいしい。最高です。うん、うまいね。うん、締めビビンバいいね、意外と。うん、最高。うん、文房具屋さん行ってきたけど、うん、勝利がすごい昭和の変なウルトラマンの筆箱を
え、そうなの？すっごいちょっとすごい昭和の昔からのレトロな感じのお店だったね。うん、今の勝利の筆箱見る？今の勝利の、今の勝利、こいつさ本当になんか変わったものが好きで、今の勝利の筆箱、勝利の今の筆箱、え？何これ、上靴じゃん。これ筆箱なの？筆箱なの。あ、ほんとだ。なんかいろいろ書いてる。社会とかのそのステッカーを見つけた。あ、こうなってんの。あ、そうそうそう。何これ。なんかもうこの人ね、なんかこういうの自分のサインまで書いてる。何これ。花は勝利になってるの、これよくわかんない。先生怒られないの、これ机の上に。だからママ言ったのよ、絶対ね、こんなね、机にこんな置いてたらね、先生怒るよって。先生に言われた、なんか。うん、なんて、うん、なんて言われた。変わってるね。そしてデザートで、これイチゴですよ。でっかいね。すごい、練乳まで。そっか、練乳かけたい。おい、やべやべやべ。すげえかけてる。全然美味しいもん。もう昔の贅沢品だからね、練乳ってね。今も贅沢だと思う。ああ、こぼすなよ。ベタベタになっちゃうから。はいはい。いやー、こぼしてる、こぼしてる。うまっ！うまいね。さあ、ということで今日はホットプレートで好きなものを焼きまくって食べまくるというね、美味しかった、そんな晩ご飯ですけど美味しかったですね。はい、最高ですから、どれか。せいちゃん、美味しかった。うん、ありがとうございました、ママも。たくさん作っていただいて。はい、ということでございまして、最高でございました。はい、ごさんでした。